レシオタイム。ないないなあ。どっかに1円くらいないのかよ、くそ。俺の名前はやたらひま。毎月6万円ぽっちの年金で暮らさなくちゃいけない65歳の独身男だ。年金が支給されるのは偶数月の15日と決まっている。だが俺の場合は支給額が少ないので2ヶ月も持たせられるわけがない。年金が支給される1週間くらい前には家中ひっくり返して食べ物やお金がどっかにないか意味もなく探し回るのがお決まりだ。だが当然何があるわけじゃない。あーくそー、銀行の窓口でもらった飴しかないや。あさってまでどうすりゃいいんだよ。年金生活者の暮らしは厳しい。人によってはもちろん十分な年金をもらえてる人だっているのかもしれないが、俺のようなやつ、つまりニートで若い頃に全く働いていなくて年金を納めていない期間があったりすると満足のいく金額をもらえない。まあ納めてないんだから仕方ないけど。俺が年金を納めていなかったのにはもちろん訳がある。今今日の分の勉強は終わったのか。お父さん、いや、遊んでる場合じゃないだろう。早く勉強しなさい。あなた、日曜日くらい自由に遊ばせてあげても。ひまは長男だぞ。お前はひまの教育方針に口出ししないと約束したはずだ。ほら早くやれ。やだよ、遊びたい。口答えするな。俺の家は父がめっぽう厳しかった。俺は家では兄弟で遊んでいたかったのに、長男だからという理由だけで俺ばっかり勉強を強いられた。なんで俺ばっかり、なんで母さんを助けてくれないんだ。2歳年下ってだけで弟は好き勝手に遊んでるじゃないか。平日は自由に過ごせたが、土日は父に監視されているようなものだった。家族で出かける時も俺は必ず勉強道具を持っていかなければいけなかった。そのせいで俺はどんどん勉強が嫌いになり、中学に上がる頃にはすっかりひねくれ者になっていた。そんな俺を見て父は失望したようだ。あいつはダメだ、いくらやらせても全く使い物にならない。そんなこと言わないで、あの子なりに頑張ってるんですから。せめて大学は出ないといけない。お前がどうにかしろ。父からのプレッシャーがなくなり楽にはなったものの、父に俺を託された母は腫れ物に触るような扱いしかしなかった。ちょうど反抗期だったこともあって、俺は家族の中で孤立、何もかもがどうでもよくなっていった。親なんて勝手なもんだな。ガリ勉が無駄だって分かったら今度は放置かよ。ふざけんな。高校はかろうじて卒業し、ギリギリで大学にも受かったが、履修登録を忘れ留年の末に退学。その頃から実家に引きこもるようになっていった。いわゆるニート生活の始まりだ。父は俺のことをすっかり見放していたようだが、母はどこか俺に引け目を感じていたようだ。俺が毎日家にいても母は何も言わなかった。母はパートで働き、その金をそっと置いておいてくれた。だから別に働かなくてもいいやと思ってしまった。弟は普通に大学へ行き、普通に就職をしていたから、それもある意味俺にとっては好都合だった。弟が両親の期待に応えてくれれば俺は誰からも何も言われない。そしてほとんど家を出ない生活が20年ほど続いた。そんな生活が一生続くんじゃないかと思った頃、俺を取り巻く状況が一変した。父が亡くなったのだ。この家をね、売ろうと思って。え？そうしないとお金がないのよ。お母さんだって大変なの。もうあなたの面倒を見てあげることはできないのよ。久しぶりに面と向かってみた母は随分小さくなっていた。父はもういない。母ももうパートをするような年ではなかった。遺産分けで自宅を売却した分のお金を受け取り、俺は一人で生きていくことになった。もう家族を頼ることはできない。しかし50代になってバイトすらしたことない俺が一人で生きていけるわけがない。生きていけるわけないじゃないか。無理だよ、どうすりゃいいんだよ。あ、仕事だ、出かけなきゃ。一人暮らしを始めるようになってから必要に駆られて仕事をするようになった。どうしたってお金がないことには人間ってのは生きていられない。
弟に紹介してもらった日雇いの仕事を始め、今ではその頃のつながりからちょっとした雑用を頼まれるようになっていた。引っ越しの手伝いや犬の散歩、留守番など、いわゆる何でも屋みたいなことだ。あ、やめて、俺にかかってるから、こら。仕事は気まぐれで頼まれるため、安定した収入にはならない。しかも基本的には誰でもできるようなことばかりなので、時給もいいわけじゃない。だがお金をもらえるだけでも文句は言えない。バイトでもらえる金額は月によってムラがあるが、多くても5から7万円、少ない月は1万円に満たないこともある。今住んでいるアパートの家賃は3万円、それに光熱費と食費で最低でも3万はかかる。それだけで既に年金だけでは暮らしていけない。寒ければ暖房だってつけるし、暑ければ水分を取らなきゃ生きていけない。今年金をもらえているのは、父が生きている頃まで両親が俺の分の年金を払っていてくれたからなので、文句は言えない。こんにちは。あ、どうも。ああ、今日の夕飯どうしよう。あの、最近よくお会いしますよね。へ？あなた、やたらくんじゃないですか？は？僕ですよ、黒田です。ほら、高校で一緒だった。おー！しまったと思った時にはもう遅かった。正直友人や親戚と会うのはここ40年避けてきたのだが、俺は彼と出会ってしまったのだ。しかも逃げようにも互いに犬を連れているので、それもかなわない。やたらくんのことはよく覚えてますよ。1年生の時同じクラスだったじゃないですか。それでね、僕らは結構気があって。まあ他の男子は結構荒れてたもんな。そうそう、だから何かっていうと、やたらくんと一緒にいたよね。そうだっけね。こっちにいたなんて知らなかったな。ずっと地元。あ、いや、ちょっと詳しくは言えないかな。あ、言いたくなかった。そっか。こちとら人に話せるような過去は持ち合わせてないんだよ。気が済んだらどっか行ってくれ。僕たちやっぱり気が合うかもしれないね。は？そこから俺は衝撃の事実を知ることになる。高校生の時、真面目で地味だった黒田くんは普通に大学へ行って一般企業に就職したらしい。ところがいざ入社してみたら、かなり怪しい会社で粗悪品を高額で売りつけるようなことを平気でやっていたらしい。黒田くんはすぐに嫌になって会社を辞めようとしたけど、親兄弟に嫌がらせをするなどと言われて、なかなか辞められなかったそうだ。やがてクレームなどが相次いで会社は廃業。給料が支払われなかった期間もかなりあり、40代は長いこと路上生活をしていたのだという。地元を離れて就職したからさ、親にも言えなくて、でそんなこんなしてる間に2人ともいなくなっちゃってね。でもいなくなってくれたおかげで、今は親のお金でなんとか暮らせてるんだけどさ。ね、年金はもらってないの？会社に勤めている間は払っていたと思っていたんだけどね、会社が払っていなかったんだって。20代の最初のうちは払っていたんだけど、納付期間が10年ないと年金をもらえないらしいんだよ。ああ、最近考えちゃうんだよ。人生って何なんだろうなって。こんな話されても困るよな。いや、大変だったね。この犬も親が飼っててさ、もう年だからこいつがいなくなったら俺もいる意味ないなぁなんて。何言ってんだよ。もうさ、疲れたんだよ。俺は黒田くんの様子から何やら良くない空気を感じた。よくわからないけど、ここでこのまま話を終わらせたらいけない気がする。このまま別れてしまったらもう二度と会えないような気がしたのだ。あの黒田くん、すごいと思うよ。あんたは偉いよ。え？俺さ、高校はギリギリなんとか通ったけど、真面目に授業なんか受けたことない。いつも黒田くんのノートを借りてさ、それで卒業できたようなもんだよ。大学には入ったけど退学しちゃったし、その後はずっと引きこもりで就職すらしてないんだ。自分でも何を言ってるのかよくわからなかった。なんで俺は高校の旧友の前で生き恥をさらさなくちゃいけないのか。それでも黒田が話を聞いている以上は俺は話を続けた。
その後もさ、30年くらい実家で引きこもって、父親とは一生分かり合えないままでいなくなっちゃったし、母親ともうまくいってないし、と、それなのに、親の金だけはもらうだけもらって、ずっと助けてもらって。だからさ、黒田すごいじゃない。すごくなんかないんだよ。なんてだよ、すごくないのは俺だよ。今もさ、今日家に帰ったら食べるものがないんだよ。俺だって食べるものないよ。どうだよ。俺たちはしばらくの間その場でそのまま立っていた。人間だけだったらそこから動けなかったかもしれない。ただ俺たちには犬がいた。なんかすごい話を聞いちゃったな。お互い様だよ。やたらくんも苦労してたんだな。いや、俺の場合は苦労っていうか、今まで楽した分のツケが回ってきただけだけど。ザ、ちょっと頑張んなよ。そう思ってちょっとバイトしたりしてるよ。バイト？そう、犬の散歩もバイトなの。へえ、いいバイトだね。まあね、時給は全然良くないけど。そういうのなら俺もできるかな。え？やたらくんが頑張ってるなら俺だって頑張んなきゃダメだよね。お、当たり前だろう。この日俺はただ単に犬の散歩をしていただけなのだが、ここ10年の中では一番くらいに大事な出会いがあった。そして帰宅してからコンビニで買ったパンを食べた。黒田くんと所持金を合わせて買ったものだ。俺一人では買えなかった。それから黒田くんとはたびたび顔を合わせるようになった。身の上話をしたのはあれっきりで、今は世間話ばかりだけど、顔を合わせるたびに黒田くんは元気になっていったように思う。そしてそんな黒田くんを見るたび、俺も頑張らなくちゃと思うようになった。お、やたらくん。おー、こんにちは。今日もバイトかい？そうなんだよ、最近散歩が多くて。実はさ、俺も今度からバイト始めようと思って。何やるの？新聞配達だよ。へえ、大変じゃない？そんなことないよ。俺もやたらくんみたいに誰かの役に立ちたいと思って。俺みたいにね。そりゃいい心掛けだな。うん、ありがとう。黒田は変わった。ちょっと前まで抜け殻みたいだったのが嘘みたいに生き生きしてきた。俺も頑張らなくちゃな。人のために何かを頑張るなんて気持ち、俺は長らく忘れていた。でも黒田は俺のように誰かの役に立ちたいと言っていた。つまりそういうことだ。俺だってもっと頑張るぞ。俺だって誰かの役に立てれば嬉しい。俺と会って黒田が変わったように、今度は俺が変わる番かもしれない。65歳だってまだ間に合う。俺だってやればできるんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。